はいどうも、やってきました。どんどんチャンネルやだ。はいどうも、どうですか。寒くなりましたね。いやいや、そんなんどうでもいいんですよ。かなり最近ちょっとサンプリングネタ推しでハマってるんですけども、今日もやりました。はい、もうコメ欄でもあれやってこれやってってもうどんどん来てるんですけども、ちょっと今回はちょっと若い子らはちょっと知らないと思うんですけども、まあ俺らがもう小学生の時もうこれ聞いたら始まる感じするような、大ネタをサンプリングしました。意外とされてなかったよね。聞いたことある？これダンスホールで、はい、ヒップホップでもある？あんまないよね。昔にフルさんっていうある VIP のフルさんって、これトランペット吹く人がライブでやってたのとか見たことあんねんけども、まあ意外とこの大ネタを誰もサンプリングしてなかったんちゃうかなと思って、ちょっとサンプリングしてちょっとダンスホールにめちゃくちゃしましたわ。じゃあ行っていいですか。タイトル必殺ダンスホール仕事人、行っていいですか。ピンみたいな、もうこれ見てる人分かると思いますけども、まあ、仕事人ですよ。どうですか。よくはめたなみたいな、パラパーの連続するとこよくはめたお前ら、なんかノリやってたらハマって、もうボンティキラーが歌ってるイメージして、ボンティキラーが歌ってるのをイメージして今もう勝手にハマった。ボンティキラーのおかげですよ、とってもないのに。まあ、今後これちょっとこれはもう NG ヘッドジャンボマーチ取りたいわ。仕事人でしょあの人たち。まあ仕事にね、これは結構いろんな悪そうな DJ ハマるんちゃいます。で特にボンティキラーでしょ。マイクアーティスト持ってたらちょっと笑える。まあちょっとねやってみたいですね。まあこれもだから盛り上がればこういうのを全然やってきますけど、今のところちょっと盛り上がってきてますから、コメ欄でもあれしてくれこれしてくれあれ撮ってくれとか、誰々乗せてみましょうよとか、まあみんなで盛り上がったらいいかなみたいな企画なので、引き続きコメ欄をちょっとこうもう埋め尽くしてくださいということで、あ、拡散もして、拡散もね、みんなでちょっと広めに手伝ってくださいということで、今日はダンスホール仕事人、またアーティストも載せてアップしていきたいと思います。ではさようなら。